パーソナルネーム雪風。名前ですね。ああ、いい名だ。思ったより喜ばないね。また雪風に取られるからでしょ。情報収集行動終了。3分の1が撃墜か。生存者確認できず。コンプリートミッション RTB。 フェアリー空軍特殊戦第5戦隊、その任務は、たとえ味方を見殺しにしても、人類がコンタクトした未知の敵、ジャムとの戦闘情報を記録し、必ず生きて帰ること。飛ばない気楽さを選んだつもりだったんだが、言ってる意味がわかるか。ジャムってやつ、誰にも正体のわからん化け物みたいな。化け物相手に人間では戦えない。あれがあんたの答えなのか、ジャック。切り捨てたいならそう言え。こいつと一緒にずっとやってきた。他に何もない。それじゃジャムに勝てない。他に何もないんだ。それともお前、これが意味のない戦いだと。そうだ、少佐、俺には関係ない。ジャムとの戦いに必要なのは機械か人間か。激化する戦いの中で、より早くより冷静な判断を求められ、次第に機械に近づいていく戦士たち。それは仲間を見捨ててでも必ず帰ることを要求され、人間らしい心を眠らせていく男たちの姿。人とのつながりを自ら断ち、唯一信じるもの、それは決して裏切ることのない物言わぬ精密な機械の翼。空を駆ける電子の妖精雪風。フェアリーの空を舞台に、音速を超えた戦いが今始まる。最高のスタッフ、最新の映像技術を結集して送る壮絶なスカイアクション。後ろ。接触のダム2秒。必ず帰ってこい。日本ハード SF 小説の最高峰をついに映像化。戦闘妖精雪風。